じゃあ始めますか。はい、はい、ストップ。この瞬間にもう多分高橋大悟選手が自分のところ見えてるなっていうのはもうこの時に分かっていて、で自分がもともとついていた選手、相手の山越選手が、まあ、ヘディングしたと思うんですけど、それがまあうまく高橋選手のところに行ったっていうのがまず一つの大きなポイント で、その瞬間にもう一人のセンターバックの選手が今多分画面からは切れてしまっているんですけど、少し左サイド寄りになってしまっていたので、自分の前に大きな広大なスペースが空いていたのが、まあ、この得点のまず一つのきっかけになりました。でこの時にもう高橋選手から出たボールが自分がドリブルしなくてもいいぐらいのところにボールを置いてくれたので、自分はもう今画面から切れている相手の笠原選手、相手のゴールキーパーを見た時に少し出ているなっていうのが分かりました。で今ここで笠原選手が登場するんですけど、この画面から切れている時に若干笠原選手が足元をすくわれた、ちょっと足を滑らせた感じが僕の視野に入ってきたので、これは持ち運ばなくてもこの瞬間に打てばゴールに直結するんじゃないかっていうのが、まあ、その時の直感でありました。でもあとは枠に入れることだけ考えて、まあ、冷静に流し込むことだけ考えて打ったので、まあ、このゴールにつながりました。まず僕が山越選手とヘディングの競り合いをした時点で、まあ、高さには相手に、まあ、正直分があるので、僕の一つの、まあ、大きな役割としては、まず相手に自由にヘディングをさせない、相手の狙ったところにヘディングをさせないっていうのが一つの自分の役割でもあったの で、その時に相手選手がヘディングして、でそしたらうまく、あ、高橋選手のところに行ったなっていうのが自分の視野に入ってきて、でその時に多分高橋選手じゃなくて他の選手だったら確実にトラップしてたと思うんですけど、高橋選手だからこそワンタッチであそこに蹴り込んでくれるなっていうのは正直あの瞬間に信じてました。まあ、練習の中からよく自分の背後を見てくれたりとか、自分に積極的にゴールに向かせてくれるような、まあ、声かけだったりとかっていうのは高橋選手はしてくれてたので、まあ、今回もそれが実ってのゴールだったので、まあ、僕もワンタッチしか、もうシュートを打つそのワンタッチしかしてないので、本当に半分半分ぐらいの高橋選手と僕で生み出したゴールかなと思います。やっぱり自分が得点決めた時もそうでしたけど、あれだけ喜んでくれるサポーターの方々がいて、で本当に昨日はみんなよく走ってたと思うし、やっぱ途中から出た選手も本当に自分の役割を全うできてたと思うので、なんかこうやっぱり出てる選手だけじゃなくて、こう本当みんなで掴み取った大きな勝利だったかなと思うので、やっぱりああいう結束力とかがやっぱチームを強くすると思うし、これを機にやっぱり次こう負けてしまった意味がないと思うので、本当次が本当大事になってくると思いますし、またチーム一丸となってああいう素晴らしい勝利の仕方をできればいいかなと思います。